東郷町は、愛知県の中部に位置し、愛知郡に属する町。尾張地方の東端にあり、西は名古屋市、東は三好市に隣接している。全国規模の競技用、ボート大会、中日本レガッタが開催される、周囲約8キロメートルの愛知池や、国際招待ゴルフ、中日クラウンズが開催される、中部地方で、最も歴史ある、名門ゴルフコース。 名古屋ゴルフクラブ、和合コースを要する。1960年代後半以降、名古屋市や豊田市の通勤通学圏として、宅地開発が進み、人口は4万人台。将来の都市像として、人と、町みんな元気な環境都市の実現を目指している。春木川名古屋市の東に広がる、東部丘陵地に位置し、超東端の愛知池から、町のほぼ中央を、 愛知用水の感染が横断している。河川故障2019年度当初予算案愛知、警察処備3消防組合消防本部長内に大規模な拠点病院は存在しない。町から近い拠点病院は、豊明市の富士大科大学病院、長久手市の愛知医科大学病院、名古屋市天白区の名古屋記念病院などとなる。イーストプラザイ小前 統合町民会館統合町総合体育館2005年に開催された愛知万博では一市町村一国フレンドシップ事業が行われた。名古屋市を除く愛知県内の市町村が120の万博公式参加国をそれぞれフレンドシップ相手国として迎え入れた。統合町は インドネシア共和国を迎え入れたため、愛知万博終了後も、学校給食ではしばしば、インドネシア料理である、梨レンや、ミゴレンが出される。かつて以下三丁と、全国統合会を結成していた。道町内から都歩県内に、以下の店舗が存在する。東大中学校統合町内に、鉄道駅、路線はないが、隣接市に、複数の駅がある。 巡回君、国道153号と県道520号が交わる北山台5丁目、交差点統合庁は名古屋ナンバーを割り当てられている。有福寺富士屋様神社。ありがとうございます。